よおっす、空手日本代表の多田彩香です。今日は股関節のストレッチしていきたいと思います。股関節動かしていきます。こうやってこうやってまず動かない人見えるからね。まずこういう動きをちょっとやっていきます。まあ開脚できない人多いんですよね。私聞く中で結構開脚きついです、おじさんには開脚きついですとか結構いるんですけど、おじさんでもできるやつやりますね。じゃあ今日はめっちゃ、じゃあ私がめっちゃ硬いと思ってやりますね。下にヨガマット引く人はちょっと引いた方がいいかもしれない。今日はないんですけど見せます。で、まあ、硬い人って、まあ、大体こんな感じ自分 の、 あの開ける範囲で。で、今日は硬い人バージョンで、すっごく硬い人バージョンでいきますよ。で、ここからまずは腰が後ろにね、こうやって倒れちゃう人多いと思うんですね。見えるかな、後ろにこうやって前に行こうとしても骨盤が動かない、骨盤の動きも悪いし股関節も詰まってるってなるとこうなります。で、まあきついですよね。で、きついからって思ってギュッてやろうとするとってやってって頑張っても頑張っても前には行きませんってことで、まず片足曲げますね。で、こうするとかなり楽になると思います。片足曲げるだけで、で、片足曲げてまずはこう倒れたものを起こしていきたいんですね。で、これ起こすのだけでも一苦労だと思います。なのでまず伸ばしてる足の手をこっち側に置きますね。で、膝とか掴んで、まあ床でも膝でもいいんですけど、そしたらこのまま顔を反対側に向いて、で、前にグッと。で、その時、お尻とか上がっちゃっても大丈夫です。股関節を前にグッと。股関節を前に。で、戻す。吐きながら、ふーっと前に。後ろに戻す。前にやって、後ろに戻す。これ、呼吸と合わせて、前に行った時にふーって吐きながら戻す、吐きながらふー吸って戻す。これを左右、そうだな、何回って、まあそんなに決めなくてもいいんですけど、目安として10回から20回自分のペースで行っていってください。で、そうするとこう股関節がしっかり動いてくれるようになってくるので、しっかり内側向くように、股関節がちゃんと内側向いて、で、外側に開く、内側向いて外側に開くっていうのを意識して、これ反対も、反対は左が伸びてたら左の手を膝に当てて、で、膝の方を向きながら股関節しっかり倒れてるのを起こして、よいしょ、向いちゃってください。で、反対起こして、で、また内側外、ここの股関節を内外内外ってやっていくと少しずつ動きが良くなってくるので、この動きまずやりましょう。で、そしたら次に、何でもいいです、何でもいいです、タオル、タオルでも何でもいいので、クッションでもお尻に引いてください。お尻に引いて、で、また足を伸ばして、で、またお尻に引いた状態で内外内外ってやっていくんですけど、まあ、この時ももしきつかったら無理しないでください無理しないでしっかり股関節を中に入れる、ずっと中に入れる、で、外向かせた時に反対中に入れる、1、
に1、2で開くときもしっかり開く、内側入れる、開く、内側入れる、開く、これを交互にやっていってもらえると少しでもね変わった方はちょっとコメントしてくださいこれいつもちょっとハードめかもしれない、私のもしかしたら。で、できないって言われること結構多かったので、本当に誰でもできるやつ今日紹介しましたので、普段彩香道場難しいわって思ってる人も今日のやってみてください。ぜひ一緒に、で感想をコメントいただけたらと思います。では今日の動画がためになったよって方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたねー。